こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、先週のコスパ PC 動画はたくさんのご視聴ありがとうございました。で、今回はその動画の続きにもなるんですが。グラボ買いました。あまりにも唐突すぎる始まり方ですね。いやー、普段あまりグラボ買わないんですが、最近グラボ熱が来てて、これだけは絶対に自分で買って使ってみたいと思ってたんです。ということで、今回買ったのは RX6500XT というグラボ。開封に行く前に、まずは少しだけこのグラボのことをおさらいさせていただきます。はい、まずこのグラボ、前回のコスパ PC 動画でも触れたんですが、3万円以下で買える、非常にお手頃価格なグラボなんです。最近のラデオンの中で3万円以下で買えるのは、RX6400 と、この RX6500XT の2種類って感じ。当然 6500XT の方がお値段高いです。確か、RX6400 は補助電源不要でしたが、6500XT は必要なんでしたっけ？ですです。一般的に PCIe スロットから給電できるのは 75W と言われている中で、グラボの消費電力はメーカーページで 107W なので、補助電源が必要です。同じ6000番台のラデオンとの比較ですと、この前動画にした6400くんは 53W、今回の 6500XT くんが 107W、上位モデルの 6700XT くんは 230W なので、省電力モデルというほどでもないけど、割と低消費電力でも動くグラボ、くらいの感じじゃないですかね。推奨電源容量が 400W なので、そんな感じですね。で、今回は先に弱点言っちゃいますよ。なんとこの子、6400より上位で、名前に XT もつくのに、なんとエンコード、デコード周りが弱いんですよ。え、これって6400と同じってことですよね。さすがに補助電源不要モデルの6400くんがハードウェアエンコードしたようなのは、まあ100歩譲ってしょうがないとしても、さすがに 6500XT にはつけて欲しかった。私ラデオン結構好きなんですが、ここはケチだと感じます。動画作るのに使えないじゃん。ゲーム得かって考えれば、まあ仕方ないとは思いますが、動画編集する人の選択肢からは外れちゃいますね。ということで6400くんと同じ。動画編集したりする予定のある人にはこのグラボはおすすめじゃないです。あくまでゲーム特化と考えましょう。ってことで今回はゲームを中心に検証します。ってことで開封に戻りましょう。まあ、前も言ったけど動画を本気でやる人と、この入門用グラボはあまり噛み合ってないようにも感じるので、ゲームで本気出してもらいましょう。で、今回はサファイアさんの RX6500XT を購入。購入時で2万7000円くらい。3万円切ってる価格ってのはやっぱり魅力的ですよね。投稿者さんがラデオン買うとき、基本サファイアさんのやつ買ってますよね。本当はパワークーラーさんのやつが2万6000円くらいで最安値なんですが、サファイアさんのデザインが好きなんです。RX570 の頃からお世話になってます。ちなみにこの前買ったクロート志向さんの RX6400 の箱と比べると、クロート志向さんはやっぱりシンプルですな。サファイアさんのやつは今風。早速開封です。あーこの新品のグラボを開けるのってなんでこんなに楽しいんだろう。苦しいほどに楽しい。新しい相棒との出会い。ガジェットってなんでこんなに楽しいんでしょうかねー。で、箱の中には箱。オープン。上から順に、説明書、なんかよくわからんし、本体です。衝撃吸収材も結構入ってますし、その上で割と厚手の静電気防止袋に入ってました。ちなみに付属品とかなくこれで全てです。シンプル。ではグラボを取り出してみましょう。お、思ってたよりもかっこいいじゃんこれ。よく見るために保護シートを剥がします。あー保護シート剥がすのも楽しい。わかる。ぶっちゃけこの保護シート剥がしてる時が開封のピークまでありますな。で、本体デザインなんですが、めっちゃかっこいいじゃんこれ。派手な LED 装飾とかはほぼないんですが、マットな黒塗装の上に赤いラインが引かれてる感じ。私はこういうのでいいんだよって感じがしちゃいます。ちなみに補助電源は6ピンが1つ。最近のグラボにしちゃかなり低消費電力な方だと言えそうですね。あと、
サファイアさんがお気に入りなのはバックパネルです。RX570 の時からそうでしたが、サファイアさんのバックパネルは派手すぎずかっこいいですよね。この全体的に黒と赤ラインで構成された感じはいいですね。デザインだけで言うならかなり好きなグラボになります。で、ここが2点目のイマイチポイント。この 6500XT 君、なんと6400同様に画面出力が最大で2画面なんですよね。このサイズのグラボで、最大2画面って逆にあまり見ないですね。最近は3画面以上が当たり前だと思っていましたが、これも人を選ぶね。まあ、総じて2画面までで OK で、エンコードしない人向け。まさに6400と同じと言えそう。デザインやお値段が魅力的なだけに、こういう細かいところでも抜群のコストパフォーマンスを見せて欲しかったとちょっと思っちゃいます。RX6400 とのボードサイズの比較になります。消費電力は倍くらいですが、ヒートシンクサイズは4倍くらいあります。6400改めて小さいね。6400くんは、GTX1650 と比べても小さかったですからね。とは言っても、6500XT くんも、一般的なボードのサイズくらいですよね。ですね。特別でっかかったりってことはないです。逆にハイエンドな 6700XT と比べるとコンパクトに見えるくらいですね。まあ 6700XT がでっかすぎるんだけどさ。3連ファンタイプは巨大だと感じますよね。2連ファンは平均サイズって感じ。グラボコイノボリ。今年もグラボコイノボリの季節がやってきた。では冗談はこの辺にして早速 PC に搭載していきましょうかね。検証用マシンはいつもの環境です。CPU20 世代 i7 搭載、メモリ 16GB という割とシンプルな構成です。補助電源の6ピンを差し込みます。6ピン1個ってのはいいよね。大抵の電源には6ピン1個くらいはついてるので、大体どの電源でも動きます。では早速スイッチオン。で、これ録音して伝えるのが難しかったんで口頭で伝えますが、最近 RX6400、GTX1650 と試してきた中で、この RX6500XT。さすがファンサイズが大きくてデュアルファンだけあって、めっちゃ静かです。根本的にファンの回転数が低い感じ。静かなのはいいことですね。100W でこのサイズだとやっぱ冷えますな。あ、起動も問題なくいけましたね。ではドライバ類も一式突っ込んだんで、早速ベンチからやっていきます。まずはタイムスパイ。比較は RX6400 と GTX1650 でいきます。上から順に、今回の RX6500XT、RX6400、GTX1650 となります。始まった瞬間からかなり差が出てますね。これは期待。RX6400 と GTX1650 が 20fps 台なのに対して、RX6500XT は 30fps 台ですね。10fps くらい上回ってる感じですかね。まさにそんな感じですね。映像並べて見てみましょうか。左から順に RX6500XT、RX6400、GTX1650 です。やっぱり滑らかさが違う気がします。あと、タイムスパイ実行中で GPU 温度50度台ってすごくない?めちゃめちゃ冷えてますね。やはり冷却はかなり安定してそう。ベンチマークでこれなので、ゲームプレイでも熱は問題にならなそうですな。では結果ですが。グラフィックスコア5034点でございました。ちなみに、GTX1650 が3365点、RX6400 が3723点なので、かなり差がありますね。で、ゲーム仕様ですが、PS5 のフル HD 最高画質が 70fps 以上、APEX のフル HD 最高画質が 90fps 以上、GTA5 のフル HD 最高画質が 55fps 以上という結果でした。おお、かなりフレームレート出ますね。では次、FF ベンチを回します。品質はいつもと同じフル HD 標準品質、仮想フルスクリーン。同じようにさっきのグラボと比較します。すみません、私たちがいるとチート見づらかったので、一瞬裏に隠れます。シーンは同じなのにすでに差がついてますね。トリプルオーライ姉ちゃん。オーライ姉ちゃんみんの憩いの場。動きのあるシーンになると差はより顕著に開き始めます。RX6400 と GTX1650 はまだほぼ同じですが、6500XT はすでに200以上差が出てます。
ちなみに色味が若干違うと思われるかもしれませんが、これは真ん中だけキャプチャボードが違うので、多分そのせいです。多分。ということで FF ベンチの結果に関してですが、おーすげー。FF ベンチで快適評価が出てる。標準品質とはいえ、このベンチ激重なんで結構すごいですよ。他のグラボはどんな感じでしたっけ？はい、RX6400 がスコア5262でやや快適評価、GTX1650 がスコア4932でやや快適評価って感じでした。快適が出たのすごい。となると、少なくとも、FF15 は、フル HD で快適に遊べるってことですよね。ですな。ではここからはゲーム性能を見ていきます。まず PUBG、フル HD で画質設定を中型にしました。この状態でのプレイで 150fps 以上出ています。並べると画面がガチャガチャしちゃうので、過去のグラボはデータでお話ししますが、RX6400 だと中型で 130fps 中盤って感じかな。このグラボにすることで、安定して 150fps は超えてそうな感じなので、例えば 144Hz 対応モニタとかなら確実に RX6500XT がいいですね。いい時だと 200fps 近く出たりもしますね。これだけ出てればまず不足するって人は少ないでしょう。では次、画質ウルトラを試します。ウルトラで動作を試してみます。あれー。なんかおかしいんですよね。RX6400 でフレームレートは90以上、GTX1650 でも80以上は出てたのに、なんか異常に伸びない。なんか条件が変わっちゃってたりしないですか？いやー、設定見直してもそれっぽいとこはないんですよね。なんでだろ。温度とかも50度台で問題ないはずなんですが。ちなみにフレームレートは70から80台って感じですね。これ原因わかる人いたら教えてくださいませ。次にエイペックスを試します。まずはすべての設定を最高にした状態で訓練場を試してみます。ちなみに RX6400 は 80fps から 100fps くらい、GTX1650 は 80fps から、まれに 100fps くらいまで上る感じでしたが、RX6500XT 君だと、ほぼ 100fps キープって感じですな。しかも温度がこれまた50度台。他に機種は70度とかだったんですよ。次に設定をかなり落としました。実際にプレイしてる人はこのくらい落としてる人が多いんじゃないかと思います。結果としては、120fps から、良い時で 140fps って感じかな。これくらい出てくれたら 120Hz モニターも効果が出そうですね。RX6400 や GTX1650 も十分使えましたが、このくらい出てくれると安心できるレベルですよね。3万円以下の入門価格帯でこれだけ出たらかなり十分かと思います。ぶっちゃけこれ以上って本当にガチな環境向けな気がしますよ。ということで、ベンチマーク及び検証はこの辺にしようと思います。はい、というわけで今回は3万円以下の中ではおそらく現在最もスペックが出せるであろうグラボ、RX6500XT を購入、レビューしてみました。タイムスパイの結果を今一度グラフにしましたが、今回のグラボは RX6400 との価格差は約4000円ほど。性能差はあくまでこのベンチ結果だけで言うと 1.35 倍。エンコードに向かないこと、2画面しか出せないことを加味しても、3万円以下というお値段、そしてこのスコアは結構良くない？ゲーム特化なら、普通にいい感じですよね。最近って3万円以上の割とお高いグラボは充実してるけど、こういう入門価格帯でかなり使えるグラボが出たのはいいことだと思いますね。欲を言えばエンコードと3画面以上の出力は欲しかった。あったらマジで神グラボとして猛プッシュできたんですが、ちょっと残念。と言っても、ゲーム性能としてコスパが良いのは事実ですので、できるだけ安価にゲームができる PC が欲しい。という時には、現在だと安価さで RX6400 に行くか、3万円ギリギリまで出して 1.4 倍近い性能がある RX6500XT を買うかどっちかって感じですな。悩ましいですね。ここはお財布と相談かと思いますが、4000円差なら私は 6500XT を押したい。ただ、補助電源不要は6400の魅力なんです。ということで、最近総じて低価格帯のラデオンが熱いと思っております。RX570 の時もそうだけど、コスパ重視ならおすすめと言えるでしょうということで。
今回の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。